はい、パッドレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車でもファイナルやっていきたいと思います。芦屋から大阪か、東海道線ですね。まあ15分ぐらいで終わると思うんだけどな。確か短いダイヤだったと思うんだよね。そんなに期間のあれがないから、ね、はい、まあこんな感じでいきましょう。2番線か。はじめ、変、出発進行。出発進行。芦屋ね、兵庫県ですかね。神戸から京都までってね、1時間10分ぐらいかかったよね、これ。で、そこ90キロの低速ポイントがあると。よし、まあこんな感じで。ちょっと惰性で走っていって。出してみるか。第一閉鎖進行、まあ、こんな感じで、ね、出せーすもんね。ちょっと下り坂だね。で、まあ、B2 にして天童辺で、これは221系か。であと20秒、あと15秒。さあエクセレント取れるかな。ゼロセンチ停車。あらダメだ、あらら、51センチ。初っ端から取れないね、金星が。失敗したな。次、甲子園口。はじめ、はい、とじめて出発進行。西宮停発。徐々に移動が乗車率が低くなってる。甲子園口、甲子園口。第2停車、甲子園球場の近くなのかな。違うよね。あれ、甲子園降りるには、甲子園行くにはどの駅が近道だったんだけど、最寄り駅が分かんないよ。第2停車、どこだったっけな。西宮だよね、あそこ。感じで、また85に合わせると。教え口か。二軍の球場は鳴尾浜だっけ、なんかそんな名前だった気がする。で、B1 にして、B3 にして。甲子園口、まあこんな感じで行ってですね、あら、あと15秒しかね、あと10 7 6 5 4 3 2 1。あら、78センチ。定着。全然金星が取れませんね。次、立花。ご注意ください。はじめ、変。
はい、閉じめて。甲子園口、停発。次は立花ですね。低速ポイント90キロ。一直線だね。線路夜なんだけどね、まあ明るい、多少目が悪くても見えるからいいや。あの電車で号の鉄人ボートで真っ暗だからね、夜選ぶとね、全然もうわけわかんないよね。鉄人ボート夜ではできなかったね。さすがに電車で号するとね、鉄人ボートがあるんですけど、停止位置の表示がなしのやつね。あれの夜は難しかったね、さすがに。まあそのうち動画が上がると思うんだけどね、あれは難しかったですね。1743210cm。 あ、はい、行かないか。これは金星。これは金星が取れましたね。次、浜ヶ崎。低速ポイント95。電車で号の鉄人ボード、電車で号3の鉄人ボード、あれはね、夜ではやれないね。朝と昼と夕方はやったんだけどね、夜はやってない。ほんと真っ暗で何もわかんないからね、あれ。で、低速ポイント95はね、低速ポイント95。こんなもん。さて、まあ電車でもファイナルってまあやりやすいからいいんだけどさ。なんかね、ゲームなんか持ち時間がゼロになったらゲームオーバーとか、そういう方がね、僕は好きなんですけどね。まあクリアしやすいゲームの方がいいからね、こういうのはね。ご乗車ありがとうございました。こういうポイントを積み立てるシステムのやつもいいね。やりやすさを考えたらこっちの方が全然いいからね。やべ、あと10分しかねえ。987321。あれ、これで0ポイント0センチ。ああダメか。14秒変着。次、塚本。次は塚本です。はじめ、変、出発進行、天ヶ崎、4キロも低速ポイントは2箇所ありますね。あれ、塚本って俳優さんいたような気がするんだよな。塚本って言ったよな。
結婚できない男になんか出てたような気がするんだけど、阿部寛さんとね、塚本さんって言ったよね。塚本さんじゃないかな、塚はつくはずなんだよね。確かなんか塚はつく、塚本さんじゃなかったかな。夏川由衣と、あと誰だっけな、夏川由衣さんと、あと国中涼子さんも出したやつだ。あ、結婚できないとこはあれだよね。わ、長い橋だな。で、次継続ポイント100があります。いや、今日くらいでいいかな。第3ゲーム、そして低速ポイントで100あるから、ここで土星にしとくか。 1500m あって、 1500m で低速ポイント100。第2ゲーム、進行。あら、もうちょっと出しとくか。まあ、こんな感じで。第1ゲート進行。進行。OK。ちょっと加速するか。で、あ、まだ出るか。はい、まあ、この辺で。とは、まあ。脱線走行で行きましょう。まあ、この辺で B2 にして、よし、こんな感じで B6 にしまして、出口は左側です。あと30秒ある。ちょっと時間が余ってて、ちょっと落としすぎたか、やべえな。あ、大丈夫か。3cm、 惜しいね。次が終点ですね。終点、終点っていうか、まあ最後、最後の駅。これは短期なのか分かんないな。始めて出発進行。制限が、制限はないのか。あ、制限はあるのか。低速ポイントが90あって75、制限がある。第5ゲート。あ、また鉄橋だね。鉄橋が多いんだよな。もう通過してんだよ。221系か。で、ここで、次制限60ありますね。
制限超えてます。制限60はある。あまりスピード出さない。今は離れて、どれぐらいでスピード落とせばいいの？めっちゃってね、B5 にしてみるか。時間ねえな、ここ時間ないな。したちょっと焦っちゃいました。停止位置を、まあこういうもんですね。最後の最後に、最後の最後にやっちまったな。でこれがエンディングですね。はい、まあ最後はねオーバーランしてしまいましたが、この辺でね終わりにしたいと思います。ありがとうございました。